木五郎、49、草薙剛、49、香取慎吾、46、が参加する、新しい地図と、日本財団が共、同で運営する基金、ラブポケットファンドの新たな支援先が14日、決定した。同基金は、フォーユーだ、けどフォーミーでもある。あなたのためが自分のためになる、という言葉を胸に、誰かに優しくする子、とで自分も幸せになれるをコンセプトに2020年4月27日に、スタートした。昨年5月5日に発生した石川県能登地方を震源とする地震により、最大震度6強が観測され、大きな被害が発生した珠洲市を含む多くの能登地域は、石川県内でも特に人口減少や高齢化が進んでいる。そこで、LPF では、被災した地域の復興支援として、3団体3事業へ合計300万円の支援を決定した。この3団体は、看護師が被災住民や高齢者、障害者を訪問し、健康チェックや保健指導等を行い住民に寄り添う支援や、一般ボランティアには、困難な屋根や壁への応急処置など、専門的な技術を用いて、迅速な復旧を目指していく支援を行う。稲垣、草薙、香取の3人は次、のようにコメントを発表した。稲垣五郎いつもご協力ありがとうございます。皆さんの優しさによって、多くの方たちが支えられています。みんなが一緒なら乗り越えられる。誰も一人にしない世界をこれからも一緒に作っていきましょう。草薙剛、ラブポケットファンドに集まったパワーを困っている人に届けましょう。僕たちは一人ぼっちではありません。少しの思いが全てを変える。明日を生き、エネルギーになると信じています。集まりましょう。ラブポケットファンドへ。香取慎吾はあなたの愛が誰かの笑顔になる一人じゃないって思える強さ優しさのキャッチボール一緒に始めましょう。